独立リーグ2回速球右腕が現れた。日本海リーグ所属の富山でプレイする大谷光投手は最速157キロの直球が武器。ドラフト会議まで1ヶ月を切る中、北陸の大谷さんがプロのスカウトから注目を浴びている。巨人近鉄で活躍した富山の吉田裕二監督が球が手元から離れてから捕手までが短く感じる。一軍の投手の球ですよ。と太鼓判を押せば、中日のオートチーフスカウトも、急成長した投手。あのスピードは魅力と評価した。富山の大谷さん。光って名前がええな。今年の松山枠になるといいな。ネクスト松山になってくれ。松山の方が上だな。結構ボールが暴れるタイプなのかな。長所を伸ばしながら、コントロールをまとめられるコーチングができるかどうかだね。独立はな、どうなんやろ。ソフトバンク3軍相手に最速155キロを計測した左腕を思い起こさせるな。マジで勘弁してくれ。社会人2社から独立リーグという経歴が気になるな。育成枠ならワンチャン指名もありかも。シーズン中の試合見てるけど急成長したバッター探すべきやと思うわ。石森になるか松山になるか、おそらく石森よりだろうな。石森の影がちらつくから買いならって思うけど、買いじゃ取れんのだろうな。石森のケースを当てはめる必要はないと思う。育成ならいいのでは？独立の数字当てにならんし、まあ育成ならいいよな。ストレートは速いだけじゃなく角度もあるしいいやん。変化球がどのくらいかが問題だけど買い指名で良いと思う。制球なんで大崩れする感じはないし戦力にはなるんじゃないの。確かに見るからに速い。西武2軍との試合のアウトコースは見とれるわ。これが毎回できる再現性があるならプロでも余裕で通用するだろうけど、見てるとちょくちょくランナーある場面があるし、どうやって出したランナーなのかは気になるところ。実力的にはドラフト3、4にもあり得るレベルだから育成で取れたら上手すぎるやろ。大学投手が取られ尽くしたら行きたいな。リリーフの損耗激しすぎて頭数欲しいし。